劇団一人がキング・アンド・ンス・ヒラの仕様にぶち切れ。本当に、ショック、途絶慌て日本テレビ系列のキング・アンド・ンスの冠番組、キング・リンチェ・プリンスル。で、劇団一人が平野仕様に対してぶち切れした一幕が話題となっています。 9月10日に放送された回では、道の駅サンヒンクキングという企画が行われ、平野志洋さんを含む3人が茨城県の食材を使って料理対決を行いました。しかし、そこで平野が作ったオリジナルピザが、出演者たちの間で波紋を広げる結果となりました。 この企画では、道の駅で販売されている食材を3つ使ってオリジナル料理を作ることが課題とされました。今回は茨城県の道の駅を訪れ、各自がオリジナルピザを作ることになりました。平野志洋さんは、漢字おっぱいをピザのテーマに選び、メロンが美味しいって噂で聞いた甘いをこの子に担ってもらおう。 と話し、最高級メロンアルスメロンをチョイスしました。さらに2品目に蜂蜜を選びました。一方、岸優太さんは梨と紅はるかの星芋、神宮寺優太さんは食べるオリーブオイルとベーコンを選び、最後の3品目は各自が最後に発表することになっていました。 三人とも二品目までは意外性のない食材を選びましたが、騎士さんの三品目はプリン、神宮寺さんは餃子、平野さんは納豆をチョイスしていたことが明らかになりました。平野さんが納豆を出した瞬間、騎士さんは、キング、リンチェプリンスル。だ、キング、リンチェプリンスル。ん出してきた。 とネタ用食材だと騒ぎ立てましたが、平野さんは真剣にチョイスしたと否定しました。俺の中ではイメージできてると自信を持って出来上がりの味について話していました。平野さんは、まずピザ生地全体に蜂蜜を塗り、切ったメロンを均等に敷き詰め、その上にたくさんの納豆とチーズをトッピングしました。 メロンまでは岸さんと神獣寺さんから美味しそうとの声が上がっていましたが、納豆をトッピングした瞬間、岸さんはマジで怖いわ、とつぶやいていました。完成したピザを一口食べた平野さんは驚いた表情を浮かべ、あんまりいい例えじゃないかもしれない、歯医者さんの味がする、とつぶやきました。岸さんは普通に良くないよ、食べ物を歯医者さんで例えるなんて、と答えました。 一方、岸さんは生地にプリンをソースのように塗り、その上にチーズ、なし、干し、芋をトッピングし、最後にカラメルをかけて下準備を完成させました。神宮寺さんは生地にオリーブオイルを塗り、ベーコンを乗せ、焼いた餃子を一口大に切ってトッピングしていきました。その後、スタジオで番組のマックである劇団ひとりさん、長瀬廉さん、 高橋海人さんが3つのピザを食べて出来栄えを評価することになりました。まずは神宮寺さんのピザから試食が始まり、3人全員が絶賛しました。しかし、平野さんのピザについては、劇団一人さんが食べる前から、これは本当にショックだった。メロンと蜂蜜なら期待が高まったのに、許せないかもしれないけど、パスします。 富を拒否する場面がありました劇団ひとりさんに説得されて、なんとか平野さんのピザを試食させることになりましたが、一口食べた瞬間、長瀬さんはがっかりし、高橋さんは鼻をつまみました。劇団ひとりさんはブチ切れた表情を見せました。この顔に平野さんは困惑し、なんで と尋ねましたが劇団ひとりさんは感想を述べずに次のピザに進もうとしました。いや、いやいや。せめて感想を教えてください。と平野さんは大慌てで言いました。その横で長瀬さんと高橋さんは水をがぶ飲みしていました。劇団ひとりさんによると、平野さんのピザは予想以上にまずい、とのことでした。長瀬さんもめっちゃまずい。 と、訴え高橋さんによると平野さんの言う感じ酔っぱさを楽しむ余地もないと述べました。劇団ひとりさんは甘くもなくまずいと評し、平野さんの歯医者の味という表現に対しては歯医者の方が美味しいと断言しました。結局、このピザ対決では騎士さんが勝利しました。ネット上では 歯医者の方が美味しいというのに笑ったメロンも納豆も素材は良いのにもったいない。切れられるほどまずいピザってすごいなといった声が寄せられました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝しています